ジェイス・ライアン・ピーターソンは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、カルカ州軍レイクチャールズ出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。愛称はペティ。2011年の MLB ドラフト一巡目追保で、サンディエゴ・パドレスから指名され、6月11日に契約した。契約後、参加の A-9、ユージーニ・エメラルズで、プロデビュー。 73試合に出場して打率、243日本塁打、27打点、39盗塁を記録した。2012年は A 級フォートウェイ・インティン・キャップスでプレーし、117試合に出場して打率、286日本塁打、48打点、51盗塁を記録した。2013年は A 級レイクエルシのアストームでプレーし、113試合に 出場して打率303、7本打六66打点、42盗塁を記録した。2014年は a 級サンアントニオミッションズで開幕を迎え、18試合に出場。打率311、1本塁打、7打点、4盗塁と結果を残し、4月25日にパドレスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 同日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。6回から3塁の守備につき、2打数1安打だった。昇格後は主に3塁手として10試合に出場したが、打率。174と結果を残せず、5月7日にトリプル A 級エルパソチワワズへ降格。6月4日に再昇格。その後は2塁手として起用されたが、27打数1安打と不審が続き、 6月28日にトリプル A 級エルパソへ降格した。7月12日に最昇を獲したが2試合の出場にとどまり7月25日にトリプル A 級エルパソへ降格。8月14日に最昇を獲した。2試合に出場後8月20日に再びトリプル A 級エルパソへ降格した。この年は27試合に出場し打率。 113だった。アトランタブレーブス時代2014年12月19日に、ジャスティン・アップトン、アーロン・ノース・クラフトとのトレードで、マックス・フリード、ダスティン・ピーターソン、マレックス・スミスと共にアトランタブレーブスへ移籍した。2015年は、聖に類種として起用され、メジャー2年目ながら152試合に出場して、規定打席に達した。バッティング面では、打率。 239,6本塁打、52打点、123振だった。二塁の守備では、144試合に守って9、失策で、守備率、987という成績だった。2016年は115試合に出場して打率、254,7本塁打、29打点、オプス0.715だった。二塁の守備は87試合で守り、 ナショナルリーグワースト4位の11失策で、守備率、972だった。15試合で、左翼手の守りにもつき、2失策、守備率、926だった。他に3塁と中堅手も、各1試合で守った。2017年は89試合に出場して打率21、215、2本塁打、17打点、3盗塁を記録した。 オフの12月1日にノンテンダー FA となった。2018年1月2日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することに。開幕は参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースで迎え、4月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。昇格後は2試合で9打数3安打の打率。 333だったが、4月10日にデーフとなり、13日にマイナー契約で AAA 級スクラントンウィルクスバリエ配属された。4月15日に一旦 FA となったが、翌16日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月22日に再びデーフとなった。2018年4月24日にウェーバー工事を経て、 ボルチモアオリオールズへ移籍した。オフの11月1日に FA となったが20日にマイナー契約で再契約した。2019年は開幕を参加のトリプル a 級ノンフォークタイズで迎えた。7月16日に一旦自由契約となるが19日に再びマイナー契約を結んだ。7月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 9月3日に DF となり、5日にマイナー契約で AAA 級ノーフォークへ配属された。9月30日に FA となった。2019年12月17日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年8月22日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。オフの12月2日にノンテンダー FA となったが、2021年1月13日にマイナー契約で再契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年4月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月23日に故障者リスト入りとなり、戦列復帰当日の5月24日に、 ディーフとなった。5月26日にマイナー契約で参加の AA、A、級ナッシュビルサウンズへ配属された。6月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。